ハリケンチャンネルでーす。アリアは海がいいって言ったけどじゃんけんで勝った。どうしようかなと思ってた。海行くか川行くかけど、マリアが海行きたいって言って、レオナが川行きたいって言って、パパがじゃんけんしって言って。パパはどこ行きたかった？マリアがチョキ出して勝った。パパ昨日車洗ったばっかりやきね、川の方が良かった。やったー。この間海で誰かさんめっちゃくちゃ散らかしたきね、砂だらけで。ママはどっちかったら運動は好きかもしれない。ね、じゃあどうてんやん。ねえ。海嫌い。でも水着忘れちゃうやん今日。うん、まあ、ね。ね、水着あって落ちそう。まだ寒いんで。いや今日は暑いわいね。冬は寒いけど、あの日焼けするのはちょうどいいと思うよ。ここは今の影だからちょっと涼しい。川ね、でも海は多分結構ね、あやばいね。いや海やったら足だけ浸かりたかったね。いや足浸かった。でもベタベタになるやん。川の方がいいやんね。うん。いやなんかここに泥とか洗えるとかついてさ、でもさ、どこに洗うとこがある？あるよ。ある。足だけ洗えばいい。ねえレモン。でもさ。うん、海はってでもほんとピチャピチャピチャってするやん。スケジュールどこ行くつもりやったっけ。あ公園やろ今日。大体ね、公園行ってめちゃくちゃ弁当作った。私めっちゃ作った。それで時間がかかったから帰ってみたらもう恋も言わない。ちょっと今たぶん早く、パパ聞いて、ね、海やったピチャ足ピチャピチャってするやん。上がったらさ砂でさベタベタするもんね。それでさ、石焼きさ、別に別さ後からさ、ちょっとビッビッってしたり吹いたらさ、石が刺さるかもしれんやんね。やでもさ危ない、ぬるぬるしとるけんこけるかもしれん。でもやっぱり最初でもここはぬるぬるしてないよ。誰もいない。今度来週ママ入れた家がね、なんかこうパパと2人でなんかパパとデートここに、ママんちくんもうお腹すいたね。お腹すいた。食べよう。早く食べたいなって思いながら話してた。マリアは、マリアもいつもご飯しかないもんね。ご飯かコスプレかどっちか。はい、紹介します。はい。ちょっと来て。はいはいはい。ちょっと悪いけど、私もちょっとストレス取っていいですか。アスパラとミニトマトと、卵焼き。はい。はいはいはい、もう一回してください。はい、ダバイ。はい、じゃあアスパラとミニトマトと卵焼き。おい、素敵そうにロインとプランマト。はい、その次は先にパパね。はい、次はサバとチキンナゲット、ミートボールとチキンナゲットとチキンナゲット。はい、あとはロシア語で次は、じゃあ、ちょっと頑張りそうね。はい。おにぎりね。おにぎりと。これはソースですね。あ、きんぴら。はい。きんぴらね。レオナだけ白ご飯で、パパたちは玄米ね。これ、マヨネーズ、マヨネーズとケチャップ。あら、こっち見て。ほんと、きれくなったね。ケチャップですね。はい、では食べましょう。レオナ。レオナも可愛くなったね。あ、ママいつも最高に可愛い。いや、綺麗やね。でもマリアの方が。で最後デザートですね。いや、でもレオナが一番可愛いね。よし食べろうか。はい、でデザートが、デザートね、はい。はい。やっぱりミートボールで、マリアちゃんは卵。見てこれすごくない？可愛くない？可愛い。レオナも可愛いばい。ママも可愛いばい。ありがとう。にゃ。はい。にゃ。もうどんどん綺麗くなるよね。ねえもう、見て。いや、一番見ようよ、すごく。いや、実物見たらそげないまで、カメラで見たら見て。ものすごく綺麗。いや、そのままでも綺麗よ。そう。ものすごく綺麗ば。あれ？めっちゃ可愛いコール。なんか最近照れる。最近照れよ、ママ。よし、ママちゃんも食べに。
いただきます。はい、ママは何食べる？アスパラ。ああ、いいね。アスパラなんでマヨネーズかけてない？はい、私はマヨネーズ好きじゃないから。あは、パパにやるよ。はい、かけて。よいしょ。うん、あよ。うん。美味しい。うん、美味しい。で、なんかサバの皮が熱いじゃん。はい、あ。ありがとう。レナちゃんにもやるね。ん？レナちゃんにもやる。アスパラつけて、マヨネーズつけて。はい、あー。ごめんごめん、きんぴら食べた？まだ。おいしい？おいしいよ。まだでも安心か？うん。おいしい？早く食べたいもん。え？あ、撮影どこやないはい、マリキ。うわ、一番おいしいとこやったん。絶対パパ食べ、自分で食べるやろうなって思ってる。ちょっと運ぶしてるけど。ああ、いい。もうちょっと優しい娘のためだね。はい。ありがとう。気持ちがいい？ではこれでこれで1点かけるよ。そうだ。ねえねえ、これ見て。うん。書いたやつ。うん。これで水に入れると消えるんかい？すごいやん。見て。うん。うん。うん。で、水たまるやん。うん。それで、あ、こうして。お、ほんと消えるやん。消える。なんでみんなそれ押しちゃう？はい。そうだ。じゃあ今、次ね。もしかしたらね。何しよう。プロセカ。は？プロセカ。ゲームばっかり。でも最高やろ？どう？うん、ねえ、ほんと。気持ちよかろ？うん、気持ちいいですね。うん。ここにいっぱい魚がおどったらあれよな。なんの？どこ行った？ちょっと待って。うん。どこ？じゃあここ来て、ここ来て。大丈夫。なんかい？見た今カメラ撮りよったばい。ママ下手くせやん。ああ、見た見た。撮っとうば。できんや、ママ。できんや。ママも誤解してるよ。ほんと。ママ上手。見てくよ。うん、いいじゃない？してみて。してよ、パパ。うん。パパずっと寝てた。ママずっと寝てた。ああ、2回できた、あれな。すご。ねえ。するよ、ママ。あんた。ああ、気持ちよかった。あんた寝るだけ。あ？あ？ひゃー！ああ、ねえ。ゼロの。わあ、4回できた。パパ全部選んだし。あ、本当。すごいや。やったね。どうやった？パパが投げたら。あ、パパが投げたらどうやった今？下手くそ。今は言って、うわ、すーげえ、うわって。やったー。よかったね、でもね。3回いけた。うん、やっぱね、パパの投げ方見たらね、わかるね。もう2回行った。ねえ。行きます。怖い。じゃんけん。ああ、できた。レオナ。はい、これいいわ。これめっちゃいい。あんた腕悪いじゃん。なんで？パパ投げちゃうか？
パパ、これはゲームの世界だ。そうだ。何しよう？あ？あ、その今から石当てゲーム始めます。レオナ、あ、パパ一番遠いここね。じゃあパパから、あ、レオナからでいいばい。おっし、次パパね。うん。おっし。うわ、当たった。はい、マリアちゃん。あー、惜しい。いや、今の当たったやろ。今の当たったやろ。ダメです。何が落ちてるか分からんじゃけど。よし、挨拶しようか、最後。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。はい、今日は最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンポチッと押して、オリケンファブリーに入ってください。それでは、バイバイ。レオナ、お前ちょっと日焼け線やった？え、そう？うん。